どうもラボチンです。ドラゴンボールカカロットやっていきます。よろしくお願いします。ダウンロードコンテンツ、そして10年後をクリアしましたら新しい強敵バトル、ここですね、ここが登場しました。場所ですけども、中央原野エリアの上のところですね。中央原野の上のここです。はい、で見てみましたら、フリーザ、セル、ブー、この3体とのバトルとベジータですね、これの超級と超絶級が追加されてます。昨日このね250のやつ行ったんだけども、レベル差あってもダメージめちゃくちゃもらうので結構やばいかもしれません。今日はねベジータ戦っていきます。クリアしましたらば新しい奥義書、一騎昇天かな、これをもらえるみたいなのでやっていきましょう。それでは行きましょう。265のベジータですね。レベル上げで250のベジータとはさっきまで戦ってたのでそんな変わりはないかな。あぶっ、ラケルシダメージ結構ある。避けるよね。変身はしてないんだ。ノーマル状態のベジータですね。危ない危ない。このゴッドで覚えるカメハメハが強すぎる。もう終わる。最後粘るな。危ない。終わり。まあまあまあそんなに強くはなかったね。食らわなければ大丈夫。そしてクリア報酬として一騎昇天かなの極意を入手しました。能力はどんな感じでしょうか。パレットじゃない、釣り釣り、多分こっち側にある、あった。フィニッシュ攻撃後3秒間必殺だ技で与えるダメージが 20%。 フィニッシュ攻撃、なるほどね。ぶっ飛ばした後にダメージが最大 40%。 なるほどね。相当オーブいるけども、ちょっとこれ覚えましょうか。はい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 。なるほど。だいぶダメージを上げることができるっぽいですね。もうレベルはマックスまで上げてるので、このスキルでさらに、カメハメハとかが強くなりますね。OK。はい。ということで、ダウンロードコンテンツ、そして10年後をクリアしましたら、ここに、強敵バトル。が追加されます。クリアすると新しい奥義書をね入手できますので、クリアした方はぜひやってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。